はい、じゃあまず解禁賞の商品を持ってきなさい。解禁賞の商品を持ってきなさい。じゃあストリートファイターカーニバルの、表彰式、まあ賞状作ってねえけど表彰式から始めていきたいかなと。あのガロ坊さんは1個にまとめてあるんで、まあちょっと後でにしてもらって、とりあえず解禁賞の BAA とナルト適当いるか。 BAA とナルト適当、ナル BAA ナル適当いるか。あ、いたな。 BAA いるか。 BAA、 はい。さあ持って帰るのが恥ずかしい商品てんこ盛りで、じゃあストリートファイターカーニバルという1ヶ月にわたる平日の変則ランキングバトル、22日間全44試合すべて出場した、人間、適当くん、適当くんどこだ、あ、いた、適当くん、可能出し NG ならその場にいてください、その場にいてください。じゃあこちら解禁賞の商品になります。じゃーんじゃーんじゃーじゃーんじゃーんじゃらららランランラン、適当おめでとう。というわけで適当くんアシュラバスター大会も優勝してくれましたよね。本当にありがとうございました。これからもアシュラバスターマスターとして適当くんどうか今後もね君臨してほしいかなと。適当くんちょっと一言、顔は出てないんでもらっていいですか。どうぞ。まあ、これからも頑張ります適当くん一個だけ、一個だけお願いがあって、次回のストリートファイターカーニバルにタイトルを一個指定できます。一個指定できます。なんかしてください、指定してください。じゃあ何でもいいよ、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 マリオブラザーズでもテトリスでも何でもいいぞ。じゃあマジカルドロップ3、マジカルドロップ、マジドロ3、分かった。じゃあ適当が指定したマジドロ3をストリートファイターカーニバル次回に入れたいと思います。じゃあ適当くんおめでとう、みんな拍手。じゃあ次 BA いるか、 BA いるか、いない、いなき、あ、いた。じゃあ BA、じゃーん、じゃあ解禁賞です。じゃーん、じゃーん、じゃ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 んじゃんじゃん、解禁賞、じゃ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 、おめでとう。 BA、 じゃあ解禁賞の人間として一言くれよ。いやぶっちゃけ相当きつかったです。相当きつい、相当きつい。ライバルは誰だった。ライバルは当然サリピさん。サリピちゃん、なるほど。ボロ負けしました。ボロ負けしたということで、まあ今回44タイトル、4種目、22日間ということで、その激闘をさ、まあ毎日突き抜けたということで、はい、ちょっとそれどうだった？なんかそこで得たものはありましたか ？BA。いやとりあえず忍耐力が。忍耐力。忍耐力の問題か。はい。なるほど。いややっぱ勝てるタイトルがぶっちゃけないんですよね。なるほど。だから負けるのが分かってて出なきゃいけないこの辛さみたいな。そういう時は出なくていいんだよ、分かって。じゃあ BA さ、せっかくなんで、はい、次回のストリートファイターカーニバル11月予定してるんだけど、はい、1個だけタイトルを、得意なやつ、何でもいいんで、何でもいいっすか、指定してくれ、なんだ、何でもいいっすか、何でもいいよ。じゃあ、ぜひ、あー、でもどうしようかな、ペンゴで、ペンゴ、わーコンパネめんどくせー、最悪1対1、私は男です、その約束は守ります。じゃあ次回のストリートファイターカーニバルにはペンゴが、はい、種目として、選ばれるということで、じゃあ BA、 あ、比類なき強さを見せてやってくれ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ解禁賞もう一人、最後吉峰家にボコボコにされたナル、出てこい。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん、じゃ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 ーん、じゃーん、じゃーん、おめでとう解禁賞。ナル君はちょっと今回スーパーストリートファイターワタアメ優勝できそうだったのに、池袋さらに俺が負けてごめんな。まだ負けてないと思って、まだ負けてない、まだ負けてない、そうか。まあ、帝がきっかけにね、吉峰家を恨む存在になってしまった君にすごいなんか申し訳ない気持ちがいっぱいなると、あとまあいずれなる君と吉峰の2人、ゆう君と
まあ、池袋サラという人間はこうリベンジする機会絶対作りたいかなと思うんですけど、どうだった今回解禁賞参加してもらって、ちょっと感想というか一言もらいたいんですけど。ほとんど BAA さんとあんまり変わんないんですけど、うん、超きつかったっす、ね、超きつい。ゲームセンターに22日間来るというのはやはりきついということで、どう？疲れましたね、本当に疲れた。やっぱり結構やっぱ、まあ、ガロボを含め、はい、いろんな強い人間と頑張って戦ってくるこの22日間というのはやはり精神的にも体力的にも相当厳しいというところで、でも超面白かったっていうのもありますし、知らないタイトルもいろいろあったんで、なるほどね、ワクワク感があったのも、まあ、今後もちょっと、まあ、なるくん実際ゲームうまいの俺も知ってるんで、ね、ちょっと吉峰家のリベンジ並びにストリートファイターカーニバル勢にぜひちょっとリベンジしてほしいかなと思ってますんで、はいはい、ちょっとじゃあ最後に一言意気込みください、はい、解禁賞男なる竹庵、次は絶対殺すからな。竹庵が嫌いということでなる、22日間44種目全部出てくれてありがとうなる、おめでとうございました。じゃあ足早に行きましょうか。ありがとうねなる。じゃあ吉峰家のリベンジ戦は必ず2人とも組むんで、ゆうと、池皿な、頼むぜ。あ、タイトルなんだ、あそうだなる、ごめん。解禁賞の人間はタイトルを一つ選出できる。次回のストリートファイターカーニバルに、ストリートファイターカーニバル3になるが選ぶタイトルは何だ。ずっとやりたかった初代ジョジョ。初代ジョジョじゃあ初代ジョジョペンゴ、あとナル君はあれマジドロ3か、ああ適当君はな。じゃあこの3つが次回のストリートファイターカーニバルには種目として選出されます。皆さんよろしくお願いします。じゃあ解禁賞の男、BAA ナル、適当にみんな大きな拍手をありがとうございました。じゃあ本戦ポイントランキング1位から3位の表彰式始めたいと思います。じゃあ第3位竹谷出てこい、竹谷商品どこだ、商品どこだ。さあ来た、チャーンチャーン、重てーこれ、チャーンチャーンチャ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 ラララ第3位竹谷、重いよこれ、もう散々入ってるもん、今のハードで立ち上げられないゲームがいっぱい入ってるもん。さあ楽しそうなゲームが、じゃあ竹谷ちょっとさ、第3位ということで一言ちょうだいよ、どうなの、ソリダイタカニバル振り返って。いやー疲れましたね。本当はあんまり来ないつもりだったんですよ。あんまり来ないつもり、前回は2位だったんで。なるほど、うん、いやガロボーさんにはかなわないと思ってもういいかなって思ったんですけど、地味に来てたらポイントが3位4位あたりで上下してて、ええ、じゃあ3位狙おうかなと思って。なるほど、うん、そしたらナルさんと適当さんにちょっとかわいそうなことしてしまったみたいな。あーそうだね、実はさっき選ばれたナル君と適当君っていうのはこっちの本戦のポイントでも、まあ、4位4位ということ で、 そ う、 なんです、まあ、そういう意味では適当、うん、一歩上を行く竹庵ということで。そうですね、まあまだ負けられないかな、まだその壁越えさせないよっていうところ で、 じゃあ適当君のさっきのマイクアイプでそこに帰属するってことだね。適当さんもナルさんもすごい頑張ってたんで。なるほど、はい、本当に彼らは尊敬します。なるほど、ありがとうございました。竹谷さん、じゃあ、はい、お前にもその権利を与えている、次回のストリートファイターカーニバルのタイトルを1個だけ選べ、はい、じゃあ心に愛がある限り、はい、筋肉マンマッスルグランプリ2、筋肉マン MGP2 決まった。じゃあ11月のストリートファイターカーニバルには筋肉マンが選ばれた。なるほど、ありがとうございます。いや完全に旬でしょこれは、今旬ということでね、はい、じゃあどこまで竹谷が11月目の上の単行本映画イツカメントガルボーということで頑張る竹谷に皆さん応援よろしく。3位竹谷みんな拍手ありがとうございました。じゃあ準優勝映画イツカメン出てこい、いねえだろどうせ、いねえだろ映画イツカメン、いない、じゃあ剥奪です、剥奪です、エアガイツカメン剥奪です。はい、エアガイツカメンは準優勝じゃございません、準優勝はタケヤンということでよろしくお願いします。じゃあどうぞのストリートファイターカーニバル2地獄編、全22日全44タイトル頂点に立った優勝ガロボー出てこい、ガロボー出てこい、出てきた、はい、はいどうも、
はい、立ち位置分かってんな。最近最近ちょっと色気ついてきてるガロボーでございますけど。はい、じゃあどうもこんばんは。商品を。じゃあまずは商品を渡してる。じゃーん、はい、じゃーん、じゃあ表ゃ解禁賞の分も入ってます。解禁賞の分も入ってます。めちゃくちゃ重たいです。いらねーみたいなものも入ってますけど。なんだこれ、Wiiのまあ。あのガンシューティングみたいな、そうセガのゴーストスカットの専用銃が入っております。そういうものはヤフーオークションですぐにさばいてお金に換えてくれればなと思いますけどね。 T シャツとか、うちの DVD ももう手に入らない、疎通の DVD とかもういろいろ入ってますよ。アウトランのボックスです。アウトランのボックスです。アウトランの曲が死ぬほど来ます。死ぬほど来ます。あのヤフーオークションで売れば1万円以上で売れるので、はい、ぜひお金に換えてほしいガロボ、はい、じゃあガロボさんで竹谷さんもプレゼントってことで、竹谷がまさかライバルに塩を送ってくる。竹谷何が入ってる、調べてみましょうか。さあこれはもしかしてアニメなのか、ガロボーの好きなアニメなのか。あのこれは武蔵ガンドアニメが送られた。武蔵ガンドおめでとう。あのこれあれマイク入ってます？入ってる、大丈夫だよ。大丈夫ですか？まあもらったからには全部見ます。はい、ありがとうございました。武蔵ガンド、武蔵ガンド優勝おめでとう。全部見ます。というわけでじゃあガロボーさん、ちょっと、まあ結構今回は1周目から比類なき強さを見せつけてきたとは思うんだけど、はい、ちょっとストリートファイターカーニバル2 6月振り返ってちょっとみんなに一言くださいよ。そうですね、まあなんだかんだで、まあ、8冠取って、8冠あそう、まあ、かなり調子は良かったんですけど、まあよくよく調べてみたら、全部で44戦あって、ええ、5分の1も制覇できてないと。5分の1も制覇できていない。だからもう、これからはもう、ますますいろんなゲームを食っていきたいなと。なるほどね、思っていきます。ますますこれからもいろんなゲーム、新規のゲームも含めて、はい、食っていくという、まだ食い足りないと、食い足りないということでね、はい、ありがとうございました。じゃあガロボーさん、次のストリートファイターカーニバルにさ一個だけタイトルを選出してもらっても構わないんですけど、はい、どうぞ。そうですね、まあガロー2って言いたいところなんですけど、はい、これ多分入りますよね。まあね多分、まあね、なんでちょっと考えておきます、はい、ちょっと意外性のあるタイトルを持ってきたいなと思うんで。今は保留ということで。はい、保留でお願いします。わかりました。じゃあガロボーが次回のストリートファイターカーニバル2で勝てるかどうか、はい、どうか皆さん注目をよろしくお願いします。みんな拍手、はい、ありがとうございます。で、もう一個告知があります。タケヤン、ガロボー、エアガイツ仮面は実はですね、次回のストリートファイターカーニバルですね、はい、ストリートファイターカーニバルがポイントを稼いだ人は勝ち抜けの上のトーナメント、トーナメントがあります。ストリートファイターチャンピオンカーニバルという、ストリートファイターカーニバル3を超える上のトーナメントがあってですね、今回上位3人であるこの人間たちはもう無条件でその子に参加できるという、条件とさせていただいております。なのでカーニバルを前に戦う理由はございませんが、はい、ムカつく例えばアキラ君が出ている種目に対し、アキラがポイントを稼ぐのは俺はままならんとガロボーが、はい、判断した場合は、はい、ぜひ普通の戦いにも参加していただければなと、そういうような特殊なルールになってますので、はい、じゃあガロボーさんの今後のご活躍にどうかご期待ください。みんな優勝した、タイトルは保留ということで、皆さんどうか大きな拍手をお願いします。優勝おめでとう、はい、ありがとうございます。お前が帝最強だガロボー、優勝おめでとう、ありがとうございました。じゃあすっげえ重たいですけど、どうにかこうにか持って帰っていただければなと思います。というわけでございまして、ストリートファイターカーニバル2地獄編、表彰式エアガイツ仮面剥奪ということで、エアガイツ仮面は次回チャンピオンカーニバル出れませんよ、剥奪です。出れない、表彰式いなかったんで剥奪です。タケヤンとガロボーだけです。いいですか。で、なんか解禁賞勢にもちょっとポイント有利な部分考えたいと思いますので、まあ今後の帝の発表を、期待してくださいということで、というわけでございまして、SFC2 地獄園表彰式以上終了、ありがとうございました。じゃあ終わったので引き続き帝事件簿やりたいと思いますので、今しばらくお待ちください。